Fantasy. Round one, fight! Zazzy wins! Round two, fight! ワンピー側がガーロボーさん、ツーピー側がキムさんですね。どうもでーす。どうも。まだ見てる方いらっしゃるのかな。あ、結構いますね。ありがとうございます。すいません、チキンでーす。タルです。デキン、デキン。おお。今エキシビジョンマッチで、ワンピーがガロボーさん、ツーピーがアゲオのキムさんで対戦してます。デキンさん、そうです。デキンさんです。こんばんは。実際で今解説には僕とあと全員一。元世界チャンプのトルさんが、トル
方もザジー使いなんですけども、はい、ザジーですね。ポルからしてみてザジーザジーって何がポイントとかってあります？ダークヘルをダッキングで避けてバルカン台形で頭光らせるあたりだけど、でも まだプラズマバルカンの振り合いでバルカンに対して何をやるかっていうような、そうですね、バルカンどうやって潰していこうかなって感じですよね。今はあれですよね、キムさんがうまくバルカンに出してダックヘルを打ってるような、そうですね、噛み合ってるっていうか、おっと、おうまい、うまいな、しゃがんでたから頭光っちゃいましたね。あーちょっと10先とかやりたかったんですけども、ちょっとキムさんがこの後予定あるので、キムさんが3試合やるまでですね。うまい、うん、はい、パンチこすって、そうですね、2フレの勝利。そう、四つ打ちの精度がすごい重要なんですよね。キムさんはあんまりバルカン使わないでダックヘル、そう、はい、ね、使っていくプレイヤーだからね。あとチキさん、あ、まあ、あの機会があれば僕も全然やります。ただこの四つ押しの精度が、帝の時にはあの2つボタンで出せるボタンとかも設定してるんですけども、あ、今あれですね、2、1、3、1かな、3、1でキムさんがってますね。ダッキングから投げて、うまい、わー、スカスヒゲ弾からの四つ押しが出ない。ダックヘル、ダイヤシでコーター。どうしてゲームうまいんですか。暇だからゲームやってるからです。投げ、ザジーは投げがすごい減らないんですけども、あのどっちかっていうと端を詰めるときも中央に向かって投げて置き手の選手とか、そうですね、投げた後キャラの距離離れないから、今はザジー縛りというよりも、ガロボーさんとキムさんどっちもメインキャラがザジーなので、ちょっとどっちが強いかっていうのを力比べですね。ちなみにこれあのダッキングヘルって食い込んだ時バルカンパンチ確定？かかりますね。確定して、その後のバルカンで反撃した後ダックヘルまであったのは 2P のみとか、ワンピーもいけると思いますよ。ワンピーの方がちょっと難しいと思いますけど、めり込んでれば、まあ、あとバルカン確、壊しがめり込めばダックヘルガードめり込んだら壊しかくるから、壊しからダックヘルとか。最強キャラは誰だか教えてください。FHD に関して最強キャラはザジーかな。 2P のザジーか 2P のリーか。あー、ワンピーのザジーで 2P のリーちょっときついかなと。あ、確かにきつい。ただあのボムが使ってるカルフは正直上位陣の中では最強はちょっとないかなっていうのは結構満場一致だよね。そうだね、カルの方の話、二度口とか、ね、ザジーでもやっぱりザジーのリーをピオラした後のバルカンのコンボがどうしてもリーの弱点に当たらないから他のキャラに比べてダメージ低いんだよね。殺しきれないからワンチャン残っちゃうんだよね。チキンさんは本当に出禁なんですか。下ラバに二度と来ないでくださいって言われただけで、あの店員さんに直接あの出入り禁止って言われたわけじゃないんですよね。 CPU の4ミーが強いっていうのは、あ、そうですね、4ミーのオーラスマッシュの精度によるんですけども、やっぱり4ミーのオーラスマッシュしっかり出せれば最強キャラっていうのは、もう間違いないんですけども、あ、そうですね、抵抗オーラスマッシュ連打です。でそれもちょっと俺らの中で覆ってきたかなとある。あー、どうだろう、しっかり端でレンガにできればやっぱりザジーにも有利つくかなっていうのは、レンガにできればっていうか、まあ確かにそうなんだけど、その状況になるのが難しい。オーラスマッシュ立ち回りで始めるとやっぱちょっと出が遅くて、あー、そうですね、ザジーだったらレバー前入れ強のストレートとかが悪くて相打ちで構わないから、ジャンなんかは立ち台パン打つだけで相打ちとか潰せるとか。お、なんかすごい、いい勝負、ダケル、バルカンが反撃、核反、あそこのバルカンパンチからダックヘルまでつながるんですけども、やっぱりミスが怖いので、そう、あと今のワンピーだと多分核反じゃなかったかなと思う。うまい、ダックヘル、ダックヘル、そう、バルカンパンチからのダックヘルが難しいんだよね。そうなんですよね。
正直あのヘルファイダッキングヘルファイヤーが出ないっていうのが一番怖くて、結局出た時はその後バルカンパッチで反撃ぐらいで済むんですけども、出なかった時ダッキングで止まっちゃって目の前でバルカンパッチするっていう状況が危なすぎて、そうだね、あとはそのバルカンパンチからのダックヘルがバルカンパンチが一発で終わってダックヘルなのか、バルカンパンチが二発当たってダックヘルなのか、ね、ここでね、入力が伸びちゃって繋がんない、はい、繋がんないっていうか入んなかったなんてね、あるからね。そう、2P 有利って言われてるんですけども、恥を追い詰めた時にやっぱり 1P の方が落ち攻めがちょっと強力なんで、一概に 2P 有利とは言えないんですよね。まあ、間違いなくコンボは 2P の方が強いですね。ただザジーザジーに関して言えば、あのザジーが相手がピョッターといきなりあのバグバルが、一番最初にバルカンパンチから始動すると、結局体力差ってあんま関係ないじゃないですか。一概に 2P の方がいいかなっていうのはちょっと最近微妙かなっていう気持ちもありますね。あ、まあバグバルパン、バグバルカンを重ねるのが難しいからね。そうですね、さすがに、まあそれが完璧にできるなら理論値ワンチャン 1P もあるかなと思うけど、デジカガとめっちゃすごい。デジカガとはあのコンボに使うとき頭弱点のキャラに対してコンボやると、安定コンボで半分減らせるんで、まあ無理しないときとかっていうのはやっぱりデジカガとはすごい強い技ですね。ただ立ち回りで使う技じゃないですよ。立ち回りですよね。入力も上下だしね。あ、そうですね、上下で。でもジャンプ移行フレームまでにちょっと何フレームかあるんで、地上でそのまま出すことができるんですけども、まあそれ使ってだからならいいみたいな。そうそう、いやでもキムうまいっすね、立ち台系で頭狙ってく。そうですね、ザジーのそのかかと落としがちょうどあのあザジーの頭に当たるんで、あっとあダッキングにバルカンがしっかりね、危ないですね。バルカン食らった時はとっさに立たないと頭に弱点当たっちゃうんで。そうね、昔は立ててました。おっ、ただキムさん最近はパズドラしかやってないです。パズドラわけわかんないクソゲーの配信しかやってないんで。さあダックヘル、皆さんもちょっと機会があればアッシュラジオって検索していただければ、ニコ生ですごい面白い番組やってるんでぜひ見てください。僕そこのヘビーリスナーです。さあ残り15秒、体力差ちょっとあるアシュラですね、アシュラジオ、さあガード固めて終わっちゃうか。あ、まあ時間ないですね、この体力だとあと投げ2回食らっても死なない、死なないね、はい、うん、大将やってるです。あ、大将やってるとあのフッダイって言えば大体キムさんってわかるんで。まあ11ガロボさんは後ろ下がっていくプレイスタイルですね。そうですね、いやガロボさんはどのゲームでも無理しないスタイルが、あ、なるほど、はい、基本的には。いやでもしっかりしてますよね、攪拌しっかりして、ね、無理しないでバルカンやりながらのダックヘルとバルカンでなんか、うわー痛い、おー、すごい立ち台系じゃない、大出し、うまい、大出しかかとで弱点取りた、貪欲にダメージ取りた、これ今5-1かな、うん、おお。確定で壊し入れてますね、うん、ただあのタイミングずれるとバルカンが目の前でフルに食らうんで結構バクチに近い感じですね。どっちかっていうとあれですよね、トールさんとかはバルカンに対して無理にダックヘルとかじゃなくてバルカンで迎え撃つようなスタイルとか多いかなっていう意味でありますね。まあ運が良ければ当たってくれるかなぐらいでは振ってるけど、まあ、俺は本当立ち回り下手だからちょっとなんともその辺は。いやただバルカンの振り方がしっかりしてるんで、あーっと 1P めくり、そうですね、 1P 側だと前ジャンプした時に裏側に回れるんで、しっかりヘルファイアで対空、ヘルファイアで対空仕返して、うおー、めくん、多分今の表当て裏落ちなんですけども、かかってないですね、かかってなかったですね、投げは減らないけど奥攻めが今のはもう表当ての表ですね。あとは 1P ダジー、2P ダジーだとやっぱり 2P の方がバグダメになりやすいんですよね。あー、1P と 2P、 うまい、おーうまい、ダークヘル、1P と 2P で明らかに違うのは、壊し壊しバルカンって振った時に絶対バグるのは 2P なんですよ。おー、なるほど。あ、まあ密着の話なんですけどね、今のは。1P だと壊し壊しバルカンでバグってくんないから、やっぱりその辺 2P の方がダメージ取りやすいかなと思いますね。キムさんはあれですね、サンクレ使ったら帰るって言ってたんで、まだあと負けても1回クレジットが残ってるはずなんで。隣であのアルっていうやつがすげえ飽きた顔でまったり待ってますね。ダックヘル、置き攻め、バルカンで横押し、おー、
さ、壊し、あれバグんなかったね。キムさん、キムさんヘルファイアずっとこすってたよ。でも出なかったってことはしっかり重なってるってことですからね。ガロボーさん、置き攻めの重ねがうまい。ガロボーさんが相手のダウン奪った後の置き攻めでしゃがみ台キックをしっかり重ねてるっていうのは、この辺の独特で、あと技をしっかり重ねるとリバーサルっていうシステムがないので、さあ、ザジー、ウィンズ。でもやっぱり、キムさん、久しぶりにやった割にはすごい動けてますね。ですね、うまい。何がすごいって、あのダックヘルに対してダッキングだけの漏れっていうのが少ないことですね。そうなんですよね、ほんとダックヘルがうまい。だからほんと飛び道具キャラとかと対戦するときは、なんかほんとポルみたいにバルカンフルスタイルもキム兄のこのしっかりしたダックヘルのスタイルが、そうそうそう、しゃがんじゃった。さあ、ダイヤシュ5回して、ダッキングヘルファイヤー、大きいデメガードして、はい、迎え撃ったバルカン。そうですね、ランバトは結構人は集まってます。ガロボさん今日も20人ぐらい人がいましたね。ただ20人いた中で結構15、6人ぐらい歩くやつに殺されてあいつが空気読めないでリーとかで出るから、ツーピーまで取っちゃってね。好きな食べ物、食べ物はあんま好き嫌いないんですけども、僕卵がアレルギーで食えないっていうすごい弱点ありますね。おお、意外な弱点です。卵でビヨン、うまい、果敢でしたね。これでキムさんが2杯目なので、あと1クレでキムさんは終わりになってしまいます。ただ今のところキムさん戦績でいうと5勝2敗かな。5勝2敗、まあこれで勝っても今日はいい酒が飲めると。ガルボーさん、スパシゲダンを全く食らわないんですよね。よく見えてる。そうですね、その辺はやっぱり覚醒力は高いので、立ち回りがうまいんですよね。そうですね、ただダクエルも出せるようになってきたんで、あっと、これは。ああ、そうですね、今度ワンピーツビー交代でやってほしいですね。そうですね。それは機会があったらですね。ですね。はい、重ならなかった。あとやっぱりガロボーさんがバルカンパンチ当たった後のコンボがしゃがみ台キックになってるんですけども、あれ多分立ち台キックにすれば弱点が1回当たるんで。そうですね。あれって距離だっけ、なんか距離によって当たんなかったりするよね。あ、まあ割りかし当たるから立ち台系かなとは思いますけど、まあ、でも台足でこかしてダッキングでキャンセルしてまた置き攻めっていうのも、まあ悪くはないと思いますよ。あ、まあそうですね、手堅い立ち回りというか。まあ、ちなみにトロさん、好きなゲームは何ですかって質問が来てるんですけども、え、これなんだろう、アーケードとかコンシューマーとか、なんだろう、ファミコンいっぱい持ってます。サイキックフォース、うん、好きだったけど、そうでも。おっと、ピオラしてコパンたちでしたかと、やりたいだけザゼマーク・ルース・スカイ。あ、ね、マーク・ルース・スカイは今日あの TK さんが今マーク・ルース・スカイってすごい上手いんですけども、 TK さん今日遅刻です。今いるんですけど大会間に合いませんでした。あ、そうです、あのサード界で結構有名な TK さんですね。あ、そうですね、はい、結構有名じゃないですか、超有名ですね。結構ね、だいぶ有名です。さあ、サード界結構あのヤマコフさんとかもサードライ有名な方なんで、やばいですよ。あ、今日店長、あのランバの時いらっしゃいましたけど、今は八丁さんと一緒にうちの事務所にいます。うまい、立ち系ダックヘルが攪拌でしたね。あれ、バルカンの後の弟子カカと待ってて、あれ恋愛になってんのかな。バルカンパンチガード発した後の弟子カカと、お、なんかキムさんが踏んでて恋愛なんじゃないですかね。あ、わかんない、あのダックヘルを俺が使いたくなくなるやつ、結構潰れることがあるんですよね、あれ嫌になる。さあ、ヘルファイヤーが攪拌、重ならないダイヤシー。さあ、バルカンを押しちゃってダックヘル、そこでダックヘル出せる。いやー、うまい、すごいいい勝負ですね。いい勝負ですね。いい勝負なんですけども、よいしょよいしょ接戦取ってるのはキムさんで、そうですね、やっぱり決め手になったのがそのダックヘルの精度、うん、まあ、あと 2P なのもあるかもしれないけど、多分今のところその 2P だから露骨に何っていうのはあんまりないと思ってて、なんかあの一方的に 2P 側のザジがバルカンバルカンバルカンみたいな、そういうガードさして勝ってるんだったら分かるんですけど、あ、なるほど、あんまそういう本気今のところ受けてないかなと。でも多分あのね、
ダックヘルが拡散になってるのがワンピーだったらなんないんじゃないかっていうのはねちょっとあるんだよね。さあバルカンで横進下がって、どうもボムです。お、台形めくり、いい勝負だねこれ。さあうん、下がってか相手を足柄で重ねてザウカンガード。おーヘルファイヤー対空、早出しヘルファイヤーで対空、投げて投げたら、小足自体はちょっと遅かった。小足バルカンがまあ見とってますね。いえいえいえ、ありがとうございます。フランスにセーラー服の JK 何の話だ。あ、小足大足、あー飾らないヘルファイヤーで返された。カルノフザジーは本当はきついですね。カルノフ側がだダックヘル交換して、おっと届かない距離が遠かった。食べ物はしかし頭光ったぞ。肉です。さあどうやって頭を取っていくか。あ、今度は近すぎては取れない珍しいパターン。垂直ジャンプ、弱パンチ、これで弱点取った。痛いだけだなあれな。いやでもあれダークヘル潰れる可能性ありますからね。ダークヘルやっぱりなんだろう、ちょっと信頼度低いかなと思ってます。飛び込みヘルファイヤー打った時に潰されることって結構ままあるからね。ランキング伸ばしてもまあその辺は難しい。伸ばせばいけるのかな。まあでも伸ばしすぎたら今度ヘルファイアの入力間に合わないからね。おっ、弱点当たってない。いや一回当たったかな。おっ、塚重段しっかり見えてる。バルカンで仕掛かってのゲームが、いやこのゲーム本当中段がほとんどないから崩すの大変なのに、小足下段、いや塚重段見れたらもうね、どうやって崩すんだろうね。ガーボさんガード硬いっすよね、めちゃくちゃ。そう、結構本気で仕掛けてるのにガードされるから折れるよ、うん、そうそう。ザージー結構あ追ってくのは難しいっていうか面倒くさいからね。さあ僕の家には HD の環境はありません。あまくった、ダークエルミスった。ここでキムさんが参拝したら終了ですね。キムさんお帰りですね。お、いやこれはでも強かったですね、久しぶりなのに、ね、すげえダクエル出た、ね、あ、喋る最後に。あ、じゃあこれもお疲れです。あ、はい、あ入ってる、ちょうどニコ生30分の間に、あ、そうですね、蹴りがついたということで、ガルボさんの成長を実感して、はい、じゃあお疲れです。お疲れ。じゃあそんな感じで、急遽始まったガルボーチャレンジはこれで終了ということで、ぜひ、皆さん大会とかランバートとかのこのゲームやってたら遊びに来てほしいですね、ですね。ハッチョさんの好きな食べ物は何ですか。何でしょう。わさび。わさび辛いもの。え、カルノフ対策。あ、てかカルノフ対策は、いや、あのバルーンが、バルーンを落としましょう、しゃがみ強パンで。それに弱ダッキングをキャンセルかけると着地表裏は分かんないんで普通に食らいます。じゃあとりあえず終わりです。お疲れ様。お疲れ様です。